こんにちは、シュです。今回はですね、覚醒櫛など使って闘技場やっていきたいなと思います。じゃあ挑戦します。これ一回ね、クリアしたんだけど、訪れが激しくて、二回目っすね。すごいね、一回目撮影した時、訪れが本当に激しくて。木。オッケー、これで倒せんじゃないかな。これやっぱ新鮮だね。この左の火が3つ繋がってんのも普段だとない光景だから、かなり新鮮感がすごい。で、組み方は基本的にアヌビス的な組み方でやってますね。こうやって平積みで。これ街にしてもね、意味ないんだよね。せっかく街にしても。落ち込んがないから。だから街とかは気にせずにやっていきたい。お、いいね。木属性じゃなくて、水属性。で、ここも平積み安定かな？よし。で、倍率は5コンボから倍率出て、5コンボで3倍。だから 3×3 で9ですね。で、そこから 2倍っていうか2個ずつ上がっていくんですよ。3、5倍、7倍、9倍、11倍、13倍。で、10コンボ13倍が最高倍率ですね。でもそれはね、カーリー戦でやればいいから、そこまでは全然、それ意識しないでやってっていいんじゃないかな。で、ここを6コンボぐらいでちょうどいいんじゃないかな。これで6コンボなってっかな。数えるのがちょっと苦手なんだよね。1,2,3,4,5,6,7 か。7だと多分吸収されちゃうんじゃないかな。あー、そうだね。あー、でもいいね。副属性がいい感じ。これ、いい感じに削るんじゃないかな。うわぁ、いいね。で、ここで6コンボしよう。1、2、3、4、5、6、OK。ちゃんと数えながらコンボしないと分かんなくなるな。いいね、こういう、吸収系のモンスターとは相性かなりいいですね。で、どうしよう、ここ。木の 2way 組んでいこうか。意外と 2way もね、いいんですよね。ただ 2way 入れるとコンボ数が伸びないっていう矛盾があるんだけど。OK。多分これで貫通できたかな。一応メイメイとソルジャーが 2way 2個持ちなんで、木が4つしかないときは 2way 入れてった方がいいんだよね。この子結構硬いイメージあるんで、ベルダンディ使っちゃおう。ほんとスキルはガンガン使ってっていいんじゃないかな。OK。 うわー、あ、ただ全然余裕だな。これ今貴族性消されると思ったんだけど、必ず木消すわけじゃないんだ。ランダムなんだね。うわー、ちょっとこれしょぼい。いや、でも、倒せるか。ちょ、もったいなかったね、今。コンボ数がだいぶしょぼかったけど。オッケー。で、木がなし。どうしよう。アバロンドレイクはもったいないな、ここで。筋肉マンソルジャー使っちゃおうか。筋肉マンソルジャー使って、平積みで。あー、水分けして大丈夫か。これで、あ、光消さない方がよかったな。ただ AI がうまいことやってくれるでしょう。いや、光消さない方がよかったね、今。もったいないな。いや、でもいけるよね、これ。よしよしよし。
いいですね、水属性。でも意外と削り損ねもないんだよね、思ったより。あ、で継承はね、自分の品だね、シーンだけ継承させてますね。これなんでかっていうと、一回やってみてね、削り損ねて負けちゃったんだよ。カーリーさ、やられそうになったら発狂してくるじゃないですか。残り 5% 以下かな。なんで、あれでやられちゃったんでワンパンしたいなと思って、シーン継承させましたね。これシーンじゃなくても、多分倒せると思うんだよね。リューエンハースでもいいと思います。水消したい、水消したい。どうすればいいんだ。こうか。カーリーとやった時、アバロンドレイクからのソルジャー使って、10コンボ出したんだけど、4分の3ぐらいまで削ったんだよね。で、うまいことっていうか、火属性になっちゃって、うわー、ここ見せ場じゃない？5コンボかな？ 6 コンボやってみようか、6コンボ。1、2、3。4、5、6、6。6コンボでどうでしょう ?1、2、3、4、5、6。うわー、いいね、6か。だ、若干吸収されてたけど、6でいいね。わ、ソティスめちゃめちゃやりやすいんじゃない実は。1、2、3。自分で喋ってかないと忘れちゃう。4。1、2、3、4、5、6、OK。落ち込んこないからね、確実にこの量が削れるっていうのがわかるからかなりいいよね。OK。で、5だね。次から5にしよう。1、2、3、4、5。5だね、これ。OK、完璧。かなりやりやすいな、ほんとに。うわぁ、こいつか！これね、相手比で貴族性半減だから4分の1になっちゃうんだよね。貴族性で来るとこの子がかなり厳しい。ダンディ使うか。うわぁ、キー少ないな。うわぁ、これ10コンボ満面じゃん。うわぁ、もうどうしよう。ああ、どうしよう。ああ今、キー落とせてたな。もったいね。これ多分倒せないんじゃないかな。いやー、だよね。いや、もったいなかったね、今。10コンボ満面か。おー、でもキー作ってくれた。ありがたい。あ、めちゃめちゃいい満面だった、しかも。で、次何出るかだな。一応何入れても多分倒せるんだよね。でもパールが一番厄介かな。あー、でもパールでも火力調整うまいことやれば普通に倒せんのかな。どうしよう、ここ。ここめいめい使うのありだと思う。ね、バインド来るもんね。めいめいありだな。指が減らされてるからそこだけ気をつけて。やっていきましょう。うわーやばい、下手だ、さっきから三色陣が異常に。で、一回殴ってみようか、グリザル。多分ワンパンはできないと思うんですよ、この量じゃ。一応ツーウェイ入れたいけど、間に合うかな。一応いい感じで組んだけど、これじゃ多分全然半分もいかないんじゃないかな。どうだろう。あ、半分ぐらいか。うわー、ここで、キーあればベストだったな。あ、キーある。でも今、2ウェイでこれだもんね。全力ですね、全力。さっき2ウェイでこれだから、もしかしたら倒せないかもしれないな。うわ、惜しい。
あ、バロンドレイクかな。これ無理だよね、きっと。キーあればね、いけたと思うんだけど、キーないからな。さすがに無理か。バロンドレイク使っちゃおう。うん、カーリー戦アバロンドレイク使う予定だったけど、多分たまんないね、こっから。溜め直すのもめんどくさいし、行っちゃおうか。あー、これ次リファイブ来たら積んじゃうな。ここまとめて消して、回復予防。回復5個消ししようか、これ。多分そうしないと間に合わないんじゃないかな、回復力。いいっすね。これで多分間に合う。オッケーオッケー。いいね。意外と回復力あるんじゃないかな。1、2、3、4、5、6、7。オッケー。闇吸収か。倒せるは倒せる。一旦スキル貯めたいな。99% 食らおうか。回復4で 99% 食らいましょう。キーは消さない方がいいね。キー消さない方がいいんで、これで。で、次ヘラ切ると負けるんで、シナダ使っていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9。1、2、3、4、5、6、7。お、いいね。3分割いける。ここも平積み安定ですね。うわ、めっちゃいい盤面。あー、せっかく待ちにしたけど意味ないのか。ベルゼブブ来ると若干というか、かなり厄介だな。あー、でもかなりいい盤面だ。ベルゼブブ以外。オッケー。これ倒せるね。倒しちゃおうか。1、2、3、4、5、6、7、8。惜しい。ツーウェイ2セット入れようか。木のツーウェイ2セット入れて。ツーウェイ組むとね、さっきも言ったんですけど、コンボ数が伸びないんだよね。あー、これだな。ちょっと。やべ、これダメだな。倒せない。神バインド来ちゃうな、これだと。ちょ、ミスっちゃったね、今。ただ、勝てるでしょう。今、落としにしてたつもりだったんだけど、ちょっとずれてたな。まあ、2体ないけど、真の炎覇使えば倒せるんじゃないかな。で、どうしよう。メイメイ使おうと思ったけど、かなりいい盤面だね。メイメイ使わないで普通に筋ソル使っちゃおうか。筋肉マンソルジャー使って、シーンのエンハンスかけて、ここで倒しに行きましょう。多分ワンパンいけんじゃないかな。普通にやれば。ちょっと考えましょうか。いきます。指がね、ちょっと減ってるんで、そこ、あー、こうか。うまい。多分2体バインドされてるけど、ワンパンいってくれるはず。ブロンドレイクって神タイプなんだね。オッケーちょっとギリギリ感あったけど。やっぱ強いね、普通に。うわ、闇、おぉ、よし。だからソティスとか戦ったら本当に戦いやすかったね。だから吸収相手には今後かなりいい感じになるんじゃないかな。はい、ということで、じゃあ今回はこれで終わります。バイバイ。